この動画はダホンケイ3の特殊なフリーホイールについて解説します。エンド幅が 85mm と極端に短い K3 のリアホイール。部品の互換性はかなり少なく、用意されているスペアパーツはフリーホイールぐらいで、あとはホイール全交換になります。2020年12月に純正フリーホイールを購入した時は、税込み12,100円で辛かったです。フリーホイールの大まかな構成は、フリーボディ部分、汎用スプロケット部分、3速ロックナット部分になります。K3 のウィークポイントとも言える、フリーボディ部分、ラチェットの数は3つずつ。部品構成は爪とスプリング、抜け防止のスナップリングになります。この小さな部品が踏み込んだ時の力を伝達しているので、定期的な点検が必要です。次に3速ロックナット部分は、スプロケット、ロックナット、ベアリングを一体にした部品です。3速を多用して刃が摩耗すると、この部分だけが欲しくなりますが、フリーホイールとして購入しないと手に入りません。残りの1速2速部分は、9速用の汎用スプロケットです。1速つばなし、2速はつばありです。この2枚ならギア比を変えられます。3速 9T は固定なので、2速は 11T か 12T を使いたいところです。ギアのつながり的に 11T が理想ですが、簡単に手に入るものの組み合わせでは、形状が合いませんでした。13T と同じような形状の 12T は取り付け可能でこれが最小となります。1速は2速が 12T の時に 15T と組み合わせてクロス化や、そのまま 17T もありかもしれません。ギア比については別の動画を用意しますので今回はここまで。以上、ダホンケイ3のフリーホイール構造解説でした。